こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアで高く売れる商品、オージー市場の特徴、これについてお話しします。オージーアマゾンはね、物販開始が楽しみなわけ。日本では普通に手に入るものだが、オーストラリアでは珍しいものを手当たり次第に送れば儲かるということでね、非常に楽しみです。で、オーストラリア市場というのはですね、日本人には想像もつかないしょぼいありさま。これね、購買力は旺盛なんですけど、品揃えは相当貧弱です。ちなみにパソコンのね、リカバリーディスクを作ろうと DVD-R か USB メモリーを買いに行きました。で、まずは安上がりに済まそうとダイソーに行きました。ダイソーではUSB メモリーも DVD-R も置いてませんでした。そこで次にターゲットに行きました。ターゲット、DVD-R は置いてなくてですね、USB メモリーはあったんですけど、あったと思ってみたらですね、値段どこにも書いてないし、ね、これね、横のどうでもいい安いものには値段入ってるんですけど、このね、USB メモリー入ってないと。でね、値段がついてないってことはよくあることなんで、スキャンすると値段が出てくるのが置いてあるんですけど、ターゲットね、ここの場合は近くになくてね。で、また USB メモリーって割と値段はね、高めのものも多くて、ちっちゃいんで、これ持ってうろちょろしててね、取って値段見て戻したりとかやって万引きと間違えられてもめんどくさいなと思ってね、いいやと。ということで、ここでは買うのやめて、JB-Hi-Fi に行きました。で、ちなみにターゲットってのはね、普通の大きなスーパー、イトーヨーカドーのちっちゃい版みたいなとこですね。ちっちゃい版っていうか、アメリカの本家は大きいんですけど、オーストラリア版のターゲットはちっちゃな、イトーヨーカドーって感じですね。で、JB-Hi-Fi、ね、家電専門店、結構大きな、ね、大きめの店ではあるんですけど、DVD-R、非常にしょぼい品揃えですね。1、2、3、4、5種類、ね、5種類といっても、これはこの CDR 青いやつはですね、4.7GB じゃなくてすごい少ない容量のやつで、普通には使えないやつ、これ DVD-R 実質1、2、3種類しかないんですね。で、結局この中のね、ソニーの5枚組のやつを買いました。でね、USB メモリーとどっちにしようかなと思ったんですけども、どっちもこっちもね、 USB メモリーね、この1種類しかないと。このメーカー名も私はちょっと聞いたことなかったんで、大丈夫なんかいなと思って、見送りました。ね、日本だとね、この DVD-DR でもこのずらっとあってね、ネットで頼めば大抵もう今ね、翌日には届くだろうし、3日も経ってね、送られてきたら遅いとかいうレベルですけど、オーストラリアだと、頼んだもんがね、1週間以内にきちんと間違いなく、来ると言ったらもう相当な快挙ですね。結局ね、店に行って買おうとしても、店に行ってもね、選択肢はほぼない。1種類の商品があるかないかね。こういう USB メモリーだの DVD-R な、そんなざまですね。で、しかも、品切れになっちゃった、なっちゃうとね、誰か補充、発注してんのかよというぐらいね、ずっと売り切れになってたりなんかします。無駄にね、コーヒーとか紅茶とかはね、種類はいっぱいあるものはありますけど、家電類とかはないですね。日本の品揃えの、専門店の品揃えじゃないですね。専門店に行って、やっとイトーヨーカドーの家電売り場ぐらいの品揃えと。で、専門店の品揃えは望むべくもない。かといって、値段は、種類が少ないから値段安く売ってるってわけでもないし、さらに、プリンターなんてね、日本とかアメリカだと大体定価は一応ね、2万円と言って、販売は1万円で販売してるのが多いですけど、オーストラリアはね、定価2万円っていうものをしっかり定価2万円で売ってますね。そんな形なんで、もう本当にアマゾン始まってね、数日で来ると。で、間違いなく物が届くと。で、
日本では普通に売ってるもの、普通に割引価格で買ったものをね、オーストラリア、アマゾンに送ってちょっと高めで出しても、まあ、ガンガン売れるだろうと予測できますんでね、まあ、アマゾン、オーストラリア、物販開始、まあ、9月と言われてますけど、あと約半年ですね、まあ、楽しみに、待ってるような次第です。そんな形で今日は、自分で DVDR か USB メモリを買いに行ってね、やっぱりオーストラリアっていう体験をしたんでシェアさせていただきました。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。